はい、ジェラードのルイです。こんにちは。初めましての方も結構いらっしゃると思うんですけども、僕もちょっとジェラードチャンネルは初めて出させていただいてます。僕はですね、ジェラードのもう本当に何でも屋というか、結構裏方でいろいろ仕事をさせていただいているんですけれども、主にはこういう YouTube のディレクションさせていただいたりとか、あとはウェブショップの運営もさせていただき、プレスの、媒体とのお付き合いなんかもさせてもらってます。またこうちょっとディーラーさんだったりとかの、セールスっていうのもさせてもらったり、あとはこうなんだろうな、他のブランドさんとのコラボなんかもいろいろとちょっとさせてもらって、なかなかちょっとこういう表舞台には出ていなかったんですけれども、ちょっと今回は出させてもらおうかなと思って出演させていただいてます。で、ちょっと僕のことはもうどうでもいいんですけれども、ジェラードの代表後藤、ちょっと最近ですね、オフィスをちらほらこう開けることがあって、どうしたんだろうなとこう思っていて、ちょっと後藤に直接問いてみたら、実は、格闘技に最近またハマってるということで、そうですね、最近ジェラードを知られた方はもしかしたら知らない方もいるかもしれないんですけど、ジェラードって2005年にこうブランドが立ち上がって、その直後ぐらいに後藤はですね、キックボクシングの、プロのライセンスを取得したんですよ。なので後楽園ホールだったりとか、そういうプロのリングにも何度もこう登って試合をしてたんですね。で今はもうさすがにちょっと45、46歳というところでプロのリングには上がってはいないんですけれども、今もこうジムでトレーナーとして練習生を教えたりはしているんですよ。でそんな後藤がですね、また最近ちょっと格闘技によりこう力を入れてるっていうところで、どうしてなんですかっていう質問をしたら、ジェラードってものづくりかなり追い込んでいる方だと思うんですよね。それは糸だったりとか、生地を開発して、そこから生地を開発した商品で、例えばステッチの幅だったりとか、ポケットのこの歪みだったりとか、いろんなことをこう本当に昔のものヴィンテージを忠実にこう作っていて、本当に何回もサンプルも作ったりして、ああでもないこうでもない言いながら、真剣にものづくりをしている、その姿勢、その追い込み方っていうのが格闘技にも通ずるものがあるっていうのをこう後藤が言っていて、ただ僕自身もこうものづくりをしている人間でもなければ、格闘技もしていないので、正直そこにこう共感ができなかったんですよね。なのでちょっとそんな後藤が言っていたことを可視化できないかなと思って、ちょっと今回こう後藤陽平、This is 後藤というような名目で、ちょっと、動画を回させてもらったので、お時間ある方はぜひ、ご覧ください。どうぞ。お久しぶりです、後藤さん。久しぶりになるのかな。 YouTube 最近ね、ちょっとスタッフの方々がみんなが出てくれてるので、満を持してなのか久々に後藤さん登場って感じですね。多分なんかおじさんがいらないって感じになってきましたよね。なんかもうここ後藤部屋になってますね、一人で。これがね、快適なんですよ。これ何やってるんですか、今。企画をね、ここでやってるんですよ。ほうほうほう。もう、下の事務所はもう、ただのゴミ屋敷になっちゃったんで。ただ、ここも今、ちょっと若干、なんか、古着いっぱいあって。相当、もうなんか整理された感じになってるけど、もうみんながとにかく、ルンペン感って言ったから、どうなってんの？どっちがゴミ屋敷か分かんないですね。いや、嘘でしょ。これ、もう宝の山よ、これ。宝の山。ほんと、そう、これ、もう。もう俺の中のものもお宝ばっかりよ。やばい、閉じ込められたもう夢の空間でございます。なるほど。じゃあ今ここに並んでるのが次の23年の、そうですね、ちょっとね、前にやったやつとか岐阜のやつとかもね、こうサンプルとかあったりもするんですけど、ちらっとね、次やろうと思ってるものとか、今後やろうと思ってるものとかね、ちょっとこう今出していろいろ考えてたんですけど、大体春物の企画が終わり、で次の来年の1月を予定している聖火の、展示会の、どの辺のヴィンテージを使ってどういう商品作るかっていうのも大体まとまってきたん でそこまで全て、この部屋のおかげでね、すごい頭も回転、高回転でね。これじゃもう楽しみですね、商品の。いや、かなり、だけどこれね、いいですか、映しちゃって。ちょっとこれもう映してもいいけども、本当
ものすごいのよこれ、このオンスカジャンとかもうちの経理なんかもう冷めた目で見て、なんだあのゴミどもっていう感じに見てたかもしれない。もうこんなんさ誰も持ってない。これもうこれね、マイフリーダムっていうね、はいはいはい、コレクターズブック、田中凛太郎さん、そうです、凛太郎さんの本に出てるやつ、はい、もうまんまのやつですよ、はいはいはい、こんなのねないからね。あ、それがジェラードにあったと。そうですよ、こんなんとかね、ほらほら、これはね、うちの一番最初のね、はい、スカジャンの柄ですよ。2005年に初めて出したのか、6年かに初めて出したスカジャンですよ、はいはいはい、ライトニングでね、そうしっかりページ出させてもらって、そう、あのアラスカのね、もうこんなのの元ネタとかさ、これもそうじゃん、これ落下さんジャケットって去年の春やったね、スカジャンの刺繍、はいはい、やりましたねこれ、はい、これなんかすげえホコリが舞ってるけど、ホコリ舞ってます、ちょっと荻野さんホコリ舞ってる、震えてますね荻野さん震えてます。まあ他にもいろいろ、まあ、T シャツとか革ジャンとか、はいはい、ミリタリージャケットとか、まあ今デニムとかね、うん、結構こういろいろ、まあ僕らの中でもいろんなものを集めて作ってるんですけど、はい、まあここに今こう段ボールから引っぺがしてきて、うん、まあちょっとこれ使いたいよなとか、はい、これちょっと近々やりたいなっていうやつをここに今集めて、うん、はい、ここからこうまちまちまと企画をしてるわけでございます。なるほど、はい、まあ次はすごいまたデニムまた面白いこと今始めてるんで、はい、そのあたりはまた交互期待ということで、そうですね、ちょっと9月の中頃にね、そのデニムのことをお話しさせてもらえるかな、はい、そうですね、黒タグのことですね、はい、まあ来年もまた新しいプロジェクトが1つもう2つぐらい決まっていて、うん、ちょっとまた記事切ったりなんだりって始まっちゃってて、はい、いろいろまあ企画はしてる最中でございます。おなのでまたね、あと新しい、記事がいろいろ出ていきますので、はい、ご期待いただければなと思っております。今日はね、僕のね格闘技デーなんですよ。格闘技デー、そうなんです、今日は一番のねちょっと力の入った日でございまして、はいはい、まあ久々のね、何年ぶりだ、ガチンコスパーリングなんですよ。ガチンコスパーリング、はい、これはですね、何かっていうとね、思いっきり殴り合うだけなんですけど簡単に言いますと、ただまあ本当にあのプロの格闘家と、はいはいはい、まあ普段から週5とか6とか練習してるね、本当に今も現役でやってるバチバチのプロと、うん、今日はあの思いっきりガチンコでスパーリングさせてもらおうかなと思っていて、まあちょっとそんなのをね、ちょっとやらなきゃいけないんで、お追いかけちゃっていいですかそれ、ルイ君も来ますか、いいですか、はい、はい、ひょっとしたらもうなんかいきなり血だらけでいきなり記憶をポーン抜いて抜けて明日休みますってなるかもしれないんですけどじゃあその決定的証拠を僕は取りますね。そうですね、その時はまあご容赦ください、しばらく来ません、はい、ということで、はい、じゃあ行きましょうか、はい、これ始まってるんですか、 YouTuber だよなこれ確かにね、これ YouTuber ですね。いやいや、なんかせっかくさ、まあ、うん、ルイ君ついてきてくれるっていうかさ、はいはいはい、まあ一応ちょっとカメラ回してもらったけど、うん、まあカメラ回すほどのことは何にもないんだけどねそう、まあ、あの伊藤さんのやっぱり YouTube はさ、おうおうおう、やっぱりあのハーレーでさ、はい、レースやってさ、はい、あれめちゃくちゃ迫力あってさ、はいはい、もうめちゃくちゃこう見応えがあるわけよ、はいはい、でも俺もやっぱりさ、まあ自分のライフスタイルからもう俺格闘技しかないわけ、おお、まあ十分ですけどね。いやもうなんかみんなサーフィンやったりとかさ、ハーレー乗ってるとかさ、かっこいいじゃん。なるほど。で俺のライフスタイルこんなんやってますって人もさ、何も雑誌も取り上げようないわけよ。残念。まあ一時期でライトニングさんにも取り上げていただいてましたけどね。そうですね。だからこれやっぱりファッションと格闘技はリンクしねえんだっていうのが、ああなるほど、分かってしまったんだけど。おしゃれな人もね、でも最近多いですけどね。すごい女性もすごい。あの今キックボクシングやる人すごい多いし、はいはい、エクササイズとしてやる方がすごく多いわけですよ、はい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 、ただやっぱりなんていうでしょう、野蛮なイメージというのか、おうおうおう、まあ、あれをガチでやっててこれはガチすぎて、はい、記事にならないという言葉をいただいたので確か後藤さんがプロのライセンス取ったのが2005年とかそれぐらいでしたっけ、2006年、2005年だったかな、そうですよね、はい、でも、はい、彼これ15年16年17年ぐらい経つのか、そうですね、もうプロとしてって考えたらそのぐらい、いや2、3年ぐらい、はい、いや3年ぐらいか、はいはい、全くもちろんやってなかった、おうおう、で最後の
試合って何年だったか、17年だったかな、はいはい、それが最後の試合だったんですよ、僕が39歳の時、うんうん、でその試合でちょっともうおしまいみたいな感じで、まあ、ちょっとあの練習頼まれたらついていくとか、うん、そんな感じでやってたんですけど、はい、ちょっとなんだろうな、まあ思うことありまして、おやっぱ俺の自分のバランス取るのもそうですけど、うん、ちょっと真面目な話しちゃうんですけど、結構今のジーパン作りとか、うん、洋服作りって結構追い込んでるじゃないですか。そうですね。と僕は思うんですよ、自己評価で言うのなんですけど、はいはい、だからそれで考えるとやっぱりこう自分自身も追い込みたいなってなってくる。こうやっていつも練習前にちょっと今日は危ねえんじゃないかって言ってお互いをこうねチェックしながらね。多分だってこの前がさ K1 出てさらにクラッシュのチャンピオンになってね、いつも小田さんに練習一緒にやっていただいたおかげで、うわそして俺何回も殺されかけたじゃん、いつもボコボコにしてくれるんだよ。俺がね、いつもこうお互いが言うことが違ってくるんだけど、殺し合いが始まってるんですよ、これで。もう始まってるんですよ、これは。騙し合いが始まってるんですよ、これで。騙しじゃないです。まあね、もう今日はね、ちょっと目的があるんですね、後藤さんの中でもね。そうだ、とりあえずね、もう僕も試合に向けて、あ、今日本当に遠慮なく、バチンって、もう、ぶち込んでください、僕に。思いを、全て。思いを。ちょっと本当に、だから今日は俺も集中してやるからさ。うん、あ試合前だと思って、はい、もうパチッと、はい、得意の、あの、本当4連続 KO してるんですよ、4連続 KO、 やばいよ、いや、でも、しかも、3、すいません、3です、3です、はい、ということでね、はい、ちょっとじゃあ、はい、はい、アップした後にスパーが始まる感じですね、はい、はい、お願いします。まもなく始まりそうですけど、怖いですよ、いやもう一ラウンドやるの、もう一ラウンドやるの、はい、もう一ラウンド作動したら、はい、次からガチ、次からガチ、はい、はい、はい、ダメだ、全然かかなかったから。違う。どうだった？いや、後藤さんやっぱディフェンスが上手いんで。攻撃じゃないから、ね。
ダメじゃない。倒せないね。倒せないね。じゃあ。どうしよう。いや、ディフェンスするんですよ。ディフェンスが勝ててるじゃん。どうやったら勝てる。いや、パンチ力がついたら最強だと思う。パンチ力なかったか。いや、なくはないです。硬いです。なんか昔、前やった時より拳の感じがあるんで。硬いです。拳が硬いです。今日全然当たったな。いや、俺もクラフケインでお互いちょっとまた教えてください。いや、俺いつも教えていただいてるんで。いや、今日は勉強になりました。いや、自分も勉強になりました。ありがとうございます。それで、ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。はい、お疲れ様でした。スパーお疲れ様です。ありがとうございました。いかがでしたか、後藤さん、まずは。じゃあ本当に殺されよかったな。殺されよかったな。本当に危なかったね。首めっちゃ痛いもんね。どうした。いや、俺いつも練習で俺のことを、はい、ボコボコに教えていただいてるんで、それで自分も強くなる。強くなってると今日ちょっとどうその練習していただいてるおかげで、最近はもうほぼ毎週だもんね。そうですね、毎週練習、あ、ご一緒に。そう、いつもスパーやって、はい、ミットやって、はい、なんかちょっと受け返しやったりとか、なんかいろいろ練習をしてて。いやー、だけど俺も強くなりそうだと思ってなったかと思ったんだけど勘違いだったね。めちゃめちゃ強いじゃないですか。いや、さっきちょっと道すがら、まあ、ジェラードを立ち上げて、うん、約17年18年経って、まあ、格闘技としても、まあ、それぐらいからね、はい、始まったって言って、もうずっと続けてたんだね、はい、後藤さんがね。で、まあ、今日の、ね、スパーは、はい、まあ、ちょっといつかまた試合をやりたいなっていう気持ちからちょっと生まれた日なんですね。そうそう、今日査定でしたけど、中島くんのやっぱ俺の王様の査定をちゃんと聞いて、はい、その上で今後進めていくかな。どうですか。え、今日のスパー一旦今日の見て、今日のスパーテストやる感じでしょ。全然試合出れると思う。お、出れる。出れるレベルですか。いや、出て勝てると思う。別に強いんで、腰もなんか前より硬いですし、おう、そうです、パンチの質も前より強いんで。これ本気にしちゃいますよ。すごいな、さっきよりいいこと言う。本当の本心。今落ち着いてるからね。本心。本心を。お金払ってない。見えない間に。で、でも、まあまあ、もう少し、ちょっとこう上げていこうかなと思うんで、毎週ね、ちょっとなんかまた、よろしくお願いします。俺を鍛えてください。いや、もう自分いつもやっていただいてるんで。ちょっと一緒にこれ、中島トップチームっていう名前でやってるんで。中島トップチーム。はい。NTP どっかで聞いたことあるよな。という、ね、チームで頑張ってますんで、じゃあちょっと本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。格闘技やってない人からしたりとかしてたら、やっぱりそんな別に服だけやっとけよお前みたいな感じなんだろうな、どうせって思うんだけど、やっぱりね、全力でなんかするみたいなこととか、なんか全力でやりきるみたいなことってそうないでしょ。ないですね。仕事でもそうだし、年を重ねるたびに、なんか本当はなきゃいけないんでしょうけどね、なんかそういう感覚とか追い込むみたいなことって自分でなかなかできないから、それやってるっていうそのマインドで物作るってなると、やっぱり全然違うものできると俺は信じてるわけですよ。なるほど、はい、だって普通に WX をじゃあなんか同じような WX を作りたいってなっても、大体の人がやっぱりね、まあ本当にいろんな人にこうもちろんいろんなものを知ってる人から聞くっていうことは勉強になるし、だけどその聞いたこと丸呑みしてやるとかそういうぐらいのところの追い込み方になるけど、なんか自分でそのバラして綿から作って、で綿の原料とかの質とかを勉強して、で糸ってどういうもんなんだとか、太さとかムラがとか、で色の染色がとか言って全部その産地回って聞いて、でまあ別にそれでもまだ分かってないんだけど、そんなことを毎回毎回やってる人ってそういないと思うんですよ。そうですね、なんか僕はあまり聞かないですね。だけどそのマインドでやっぱりね、自分の体自分のスペックだって大して高くはないし、運動神経がむちゃくちゃいいわけじゃないけど、それの中で追い込んで自分のその今の最高のパフォーマンスという言い方はちょっと偉そうだけど、ちょっとそのね、自分の体をどこまで使えるかっていうことを、まあ自分の中でこう追い込んでいって、
そういう表現の仕方をしていくっていうのと僕は通ずると思うんですよ、うん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 、なんですごいあこのマインドでやっぱり仕事してた方がやっぱり自分にとってはいい仕事ができる。確かに、うん、心の健康でもあるし、うん、いいものを突き詰められる、うんうん、なんかそんな気がしますね。うんなんでやっぱりやってよかったし昨日はね正直すごい緊張したんですよ、ずっとでも言ってましたね。僕がこう見てて撮っててもそんなに緊張感は感じなかったですけどね。めっちゃドキドキしてたんですよ、うん、おっしゃってましたね、うん、だけどやっぱりそれ緊張しながらもやっぱりやりきってやった後の爽快感って半端じゃないから、うん、やっぱり良かったよね、全然違ったかな。いいですね、こう40代半ばで毎日が刺激的。そうですね、だけど40代は一番楽しいよって結構言うんですよ、うん、はいはい、だけど40代は本当に一番楽しいよね。やっぱまだまだね、やれることいっぱいあるなと思いつつ、うん、僕ももうこうやってね、自分で体を動かして自分で汗だくなりながらジーパン履いて自分でウォッシュしてそうですよ。いやなんか懐かしいですね。本当ジェラードはこう後藤さんのライフスタイル、まあ、その格闘技、昨日の格闘技も含めてね、こうライフスタイルそのものがこう詰まってる感が出てすごいでしょ。ちょっとなんかますます楽しみ。いやわがまま感が出てね、はい、まあちょっとだんだん大丈夫かあいつって思われるんですけど。まあ、いいものづくりのために、まあ、これからもちょっと格闘技続けて、はい、まあ、試合出る出ないっていう以上になんかね、こう、ね、出たいですね、ものを生むためにやっていきましょう。そうですね、うん、まあ、なんで本当に、まあ、全部自分のしたいことをまず全力でやって、まあ、それがその結果になるっていうところをちゃんとこう自分の糧にしてまた次のチャレンジするっていう、まあ、そういうルーティンでねやりたいですね。はい、うん、じゃあまた格闘技ちょっとまたスパーやったりとか試合があるよっていう時はお知らせしていただければまた撮らせてください。はい、はい、ありがとうございます。ではありがとうございます。